はい、どうもこんにちは。ケンイチ不動産のケンちゃんです。今日はですね、今までとちょっと違って睡眠に関することを、僕がまあ学んだことを、ちょっとこう見ていただいている方にもお伝えできればなということで、ちょっとこうこの動画を今回から始めようかなというふうに思ってるんですけども、睡眠、生活の質を良くするための方法として、まず睡眠をちゃんと取るっていうことがすごく大事だというふうに例えばテレビとか雑誌とかでも言われてると思うんですけども、その睡眠に関して良い睡眠を取ることによって、生活がこう改善するだろうというふうに言われてるんですけども、その方法をお伝えしていければなというふうに思っております。日本っていうのはですね、今世界的に見ても、睡眠負債、睡眠不足の国というふうに言われております。寝不足の国ですね。であと先進国の平均睡眠時間っていうのを見た中でも、1時間以上少ないというふうに言われております。でこの睡眠負債、がどういうふうな、悪影響を及ぼすのかというと、まず2つあるんですけど、1つ目は、睡眠負債を抱えることによって、日中のパフォーマンスが低下するということと、あとは心身の健康を脅かすというふうに言われております。なのですごく睡眠の質を良くして、いい睡眠をとるっていうことがすごく大事なことになってくるんですけども、まずはその睡眠を良くするためには、こう睡眠負債、寝不足というのを解消しなければならないというふうに言われております。でその寝不足を解消するための方法なんですけども、まずは自分自身が今寝不足なのかどうかっていうのを判断、自覚、知ることがすごく大事になってきます。でその睡眠不足かどうかを測るための方法っていうのは、研究者とかの間ではですね、睡眠の日誌をつけるというのがいいというふうに言われております。で期間でいうと、まずは自分のこう最適な睡眠時間を知るためには2週間ぐらいのこう期間記録をまずつけてもらうのが必要だというふうに言われております。人によって睡眠時間というのはこう、一般的には7時間というのがこう一般的なこう、最適な睡眠時間というふうに言われているんですけども、それがこう人によって6時間でいいという人もおれば、8時間寝ないとすっきりしないという、最適ではない、その人にとって最適ではないという睡眠時間が人によって違うんですけども、なのでその人それぞれによってこう睡眠最適な睡眠時間というのが違うので、まずはその人に合った睡眠時間というのを知ることがすごく大事になってきます。そのための一つの方法が、睡眠日誌をまず2週間つけてみるという方法になります。でその睡眠日誌を例えばこう2週間つけた後にこう見ていただきたいのが、2週間見た時に休日と平日、例えばこう学校とか仕事がある方であれば、平日の睡眠時間よりも休日の睡眠時間が2時間以上長いという方、次の日ちょっと予定ないからなとか、休みだなっていうので、普段よりも2時間以上多く寝るという方は、睡眠負債がそれ溜まってる状態らしいです。溜まってない状態の方であれば、もう休日だろうが平日だろうが関係なく、もうすっと目が覚めるらしいです。みたいなので、もし何も用事がない日とか、学校とか仕事がない日だからといって、もうパッとこう、いつも決まった、例えば7時間だったら7時間とか、ではなくて、もっと2時間以上長く寝てしまう、もう寝ないともう辛いというような方の場合であれば、睡眠負債が溜まっている状態ということらしいです。その休日と平日の、2時間以上のこう睡眠時間の差がある状態のことをソーシャルジェットラグというらしいです。なんかかっこいい言い方ですけど、社会的時差ボケというふうな言い方をするらしいです。なので、まずはですね、今日お伝えしたいことは、一つです。自分の、睡眠負債に、自分自身がですね、睡眠負債になってるかどうかっていうのをまず知ることが大切なことなので、2週間ですね、睡眠日誌をまずつけてみましょう。僕もつけてみようかなというふうに思うんですけども、2週間つけてみて、例えばその方法としては、毎日7時間寝ようっていうふうに、もう何時間寝ようっていうのを決めるみたいです。決めます。決めていただいて、そこから、7時間起きた時にもっと寝たいなと思うのか、むしろもうちょっと6時間ぐらいでも目が覚めてしまうのかっていうのを、ちょっとずつこう毎日様子を見ながら、経過を見ながら、一応何時間寝るぞというふうに決めた中で、それ以上寝てしまうのか、それともそれよりもっと前に目が覚めるのかというのをですね、繰り返していきながら、もっと寝たければ30分ずつその、
7時間30分にし、8時間にし、8時間30分にしっていう感じで、時間をどん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 長くしていくということが、逆にまあ逆もしかりですね、短くしていく場合であれば30分ずつ早く起きていこうっていう風な感じで、まあ自分の最適な睡眠時間を見つけるということが大事になってきます。なので今日お伝えしたかったのはですね、あの日本人っていうのは、主要なまあ先進国26カ国の間でも、平均1時間以上、睡眠時間が足りてないと、短いというふうに言われております。そして、睡眠不足の国、というふうに言われております。なのでその睡眠不足に陥ると日中のパフォーマンス低下であったりとか心身、心と体ですねの健康を害するというふうに言われておりますので、まあ皆さんでしっかりこう睡眠日誌をつけてみて、まずまあ自分が、睡眠負債になっているのかどうかっていうのを測った上で、改善していこうかなというふうに思いますので、まあその改善の方法に関しては、また次の動画今後お伝えしていこうかなというふうに思いますので、はい、というわけで今日は皆さん、僕もですけど睡眠日誌をつけてみて、自分が睡眠不足かどうか、睡眠負債を抱えているかどうかっていうのを測っていってみましょう。というわけで、こんな感じで、これからまあ健康に、暮らすために暮らせるような方法とか、学んだこととかっていうのを発信していければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ではでは、また明日。ありがとうございます。